はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今回はですね、体のエイダを、まあ、たまにね、人のサイト見ながら振り返ってみようかと思うんですけども、こちらにあるのは、エイダコインとはどのような仮想通貨、特徴や将来性を紹介とする2021年12月9日のサイトですよね。だから割と新しい部類に入ると思います。本日が12月18日ですから、つい1週間ほど前に、アップロードされたということでしょうね。まあでもビットコインが頭に上ってるのはやっぱりまだ体のエイダの認知度がビットコインほどではないっていうことなんでしょうか。体のエイダは2017年に登場したと書いてますけども、上場したわけですよね。これはビットトレックスにアメリカの暗号通貨の取引所に上場しました。それまで2015年あたりに、上場前で購入した方ってのは今か今かと待っていたわけですよね。でこれ上場すると何十倍にもなるよっていうふうにね、聞いていたんですけども、なかなか上場しなかったんでね、やきもきした方もいるんじゃないかなと思います。私もその一人です。で2019年の9月から3年間で40倍以上に上昇していまして、まあそれまでもね、なんか100倍とか200倍とかになってたんですけども、すごいですよね。特に2021年今年です。今年は本当に振り返ってみるとね、カルダナの急騰劇はまあ仮想通貨市場一番だったんじゃないかなと思いますよね。また5月にはビットコインの下落に対してエイダコインは値上がりする強い動きがあり注目されたと。そう、ビットコインが下落するとそれにつられて、まあ、アルトコインも全部ね、値段を下げるっていう傾向にあるんですけども、エイダコインは独自の動きをしていて、エイダコインだけは上昇していくっていうところを私も覚えております。まあ、ちなみにエイダコインっていう言い方してますけども、正確にはエイダというのがいいみたいですよね。カルダノっていうプラットフォームの中にあるエイダというコインですね。エイダコインっていうのはだから本当は違った言い方らしいですこれ私も指摘されたんですけどね。でカルダノって何がすごいのと、国内の取引所だったらどこで買えるのっていうような質問が上がってくるというところで、ビットポイントで購入できますよっていうふうなね、これアフィリエイトリンクがこのサイトには埋め込まれていますけども、皆さんは取引所開設したでしょうか。さあ、カルダナの特徴ですけども、このようになってますね。これは現在価格って書いてますけども、12月18日の価格ではありませんで、まあ、このサイトをまとめた時の価格ですよね。ランキング4位も当時のランキングです。今は10位前後ですかね。はい、時価総額とかね、発行上限とか書いております。でチャールズ・ホスキンソンさんが提唱者であり、上場時期が2016年となっております。うん、確かにそのぐらいの時期でした。カルダナの提唱者、イーサリアムの開発者であるチャールズ・ホスキンソンさん、まあイーサリアムをね作った中心人物であるチャールズ・ホスキンソンさんがもう一発踏み込んだ、本当にカルダナエイダのね、制作者になってくださってるっていうのが、ICO でもかなりね、懸念されたわけですけども、このチャールズ・ホスキンソンさんが、インプット・アウトプット・グローバルっていう会社に CEO として勤めてらっしゃって、ブロックチェーン開発をするエマーゴ、そしてカルダナファウンデーション、こういうのでカルダナは開発されてますね。そういうふうに書いてます。でカルダナの3つの特徴なんですけども、ここにあるように、まあ、独自の承認アルゴリズム、ウロボーズね、カルダナに出会わなければウロボーズなんていう言葉聞くこともなかったと思います。2つ目カルダナ専用ウォレット、ダイダロス。はい、カルダナを持ってる方、ダイダロス以外に鎧ってものがありますけども、こういったところで、管理してるんだと思います。で様々な企業団体と提携してますんで、まあうちの会社とも提携してもらえないかなと思ってるんですけども、なかなかですねはい。で特徴1、承認アルゴリズムのウロボースなんですけども、まあこれはですね、プルフオブステークスを用いてるよっていうところだけ覚えておいていただければよろしいかと思います。ビットコインなどはプルフオブワークなんですよね、 POW ですんで、プルーフオブステークスの体の間にはステーキングというものがあるらしいです。でそれはどういうことなのかってことを説明すると頭が痛くなっちゃうんで、まあこの辺ではね、 POS っていう特徴的な承認システムなんですよと、で POW ではないんですよっていうふうなことを知っておけば、とりあえず知ったかぶりできると思います。はい、まあエネルギーの節約になるって書いてますよね。これが大事なことですよね。暗号通貨の流通量が増えれば増えるほど、その動きが活発になればなるほど電気代がかかって、世の中から電気がね全然なくなっちゃうみたいなことになっていけないので、電気をほとんど使わないように
やり取りができるような仕組みっていうのが求められているってことなんですよ。いや実際ね、ビットコインのマイニングってものすごく電力量かかりますからね。だから電気代でマイニングの報酬が逆財になるっていう現象もあるんですよ。まあ、ですので電気代の安い国でマイニングのマシンをね置いておくことって非常に重要ですからね。電気代が安くてなおかつ温度の低いところです。赤道直下にはなかなかマイニング工場を置けないですからね。はい、特徴に体の専用ウォレットダイダロスでの運用ね。このダイダロス、なんかこう牛のマーク、うん、なんかねダイダロスってのがありますけどもね。でこのダイダロスで体を管理することによってステーキングっていうのが非常にスムーズに行えるんですよね。うん、だからウォレットを体のように他のやつを作ろうなんていう動きはもうこれで起きないわけですよ。うん、だビットコインを所管するねウォレットなんてのは民間でいくらでも作られてますけども、うん、別にこのダイダロスはダイダロス1個あればもういいでしょみたいな感じなんですよね。まあだからそう考えると中央集権的な部分もあるかなっていうところですよね。うん、さらにダイダロスを通じて投票システム、カタリストファンド3にも参加できますということですね。うん、これね一定の条件をクリアすることで有権者となり体の運用方法に関する投票に参加できるっていうのがありますよね。うん、はい、ここに書いてます。仮に秘密鍵を紛失すればウォレットにアクセスできなくなり資産を動かせなくなるため複数箇所にメモして残しておくなど十分に注意してくださいとありますよね。うん、秘密鍵を自分で管理しなくてはなりませんということなんで、これはねなくさないでくださいね。で3つ目、さまざまな企業団体と提携ということでございます。うん、ここもこれからね我々の住んでいる実社会にいろいろ食い込んでくれるところかなというところですね。はい、ビットコインの暴落時にカルダナ上場していた、そういう図がここにあります。頼もしい限りでございます。だからカルダナが暗号通貨の中でも独自のこのね値動きをしてるってことなんですよね。うん、だからこう釣られる通貨ではないってことでございます。その他にもすごく上手にまとめられてます。一応これねビットポイントの口座開設を誘発するための記事でもあると思いますけども、今回のサイトっていうのはねサイトそのものの価値も非常に高いんでこうやって引用させてもらいました。うん、ぜひねビットポイントの公式サイトからビットポイントではカルダナエダの取引できますんでね、作っていただいて皆さんもカルダナエダライフを送っていただければと思います。以上です。